おわれし。
天祭り。人々皆御船に召す。くつばみを並べて十万余き、今日は再会の波に友綱を解いて七千余人、雲海沈人として、
叫喧と客殿の
徳座して。バチを止め誰にて渡り走路やとといえば我近辺の者なるが身分尊き御方が何時が琵琶の一曲をぜひに所望をとあるからに我に従い来るべしと手はいつしか女子の手に
足りて静かに導かれ。座人なおれば見えぬ目に映るは好奇の御座どころ平家を語り琵琶を断ずべしとの命あるに、語るは平家滅亡の壇の裏の船
けていずる法一に寺中これをおよしみて。あとは言うけど暗き道探せど見えぬその姿折伏し雨風吹きつけて松明消えし
日は。ひたすら時をぞ。日の将軍木曽義仲
瀬田の戦に敗れ、都を追われ、主従は、近江路そして、落ちて、ちぎり尽きせぬとしわしの御にくれけるが、いつまで命を惜しむべき、今は最後の戦とて三百余騎を引きぬして六千余騎に割って
後ろへずっといでたれば50騎ばかりになりにけり。また二千余騎の中を駆け割り行くほどに歩いを打たれ歩いは落ちて時を逃れしも汝と一緒に死なんと思うためなりところどころで打たれんより一緒でこそ討ち死に思わせめこのたまいければ子は口をしき五条かなさすがに木曽殿の人手にかかりたまわんこと松代までの御地獄ただ恩事がやるべしと申しければ基礎さらば到底合図の腹のあなたなる松原さして落ちたも
つむすもり深田に馬を駆け落とし、あふれどもあふれども、打てども打てども働かず、戦方なくも木曽殿は金平の行方いかにと振り向けば、伊豆くより矢一つ来たって死体をいる、痛でなればありもあえず馬上にて、うつ伏せに伏したも、敵の老徒を駆け寄って木曽殿を引き落とし、ついに首をぞ取ってけり、たれたまいぬと呼ばわる声を聞きしおり、今は何をか期すべきと思い定めて、金平は阿武踏ん張り大恩上げ、木曽殿が身内に今井の城を金平と名乗りかけて、上がる敵に斬っている、散々に戦いて、その後地獄の手本よとて、太刀の先をば口にくわえ、馬より逆さまに落ち、貫かれてぞ伏せに蹴り、you
主従。させたもそのうちに大社の礼をずっと
海のもとやす。読み上げたも趣は度び中宮御尊のご祈祷に非常の対処行わるるにより機械が閉まる人のうち成り常よすよりを証明でそれがしがなう読み落としたもうぞと問い返すに それがし都にて受けたまわりそろも瞬間一人はこの島に残しもせとのご情なり。
やがて迎えに参るべし。心強く待ちとも。さまざま慰め参らせて、船に乗らんとしけるとき瞬間は都までこそかなわずとも、せめて次なる島までも情けに乗せてともないとも。
のみのおと。非常